デザインするっていうことは、その目的があってするので、まあ、目的っていうのはその情報を伝えるっていう部分なんですけども、伝えるだけじゃなくて強く印象に残すっていう部分を意識してまして、まあ、そういった点で、まあ、コラージュの表現は印象に残りやすいので、もうインパクトのあるビジュアルを作ろうっていうふうに心がけています。